第108回ツールドフランス第13ステージのハイライトをお届けします。第13ステージはニームからカルカッソンヌまで南仏を西へ走る 219.9 キロ。この日も山岳ポイントは1つ、それも4級のみです。再びの逃げが決まるか、それともカベンディッシュを筆頭とするスプリンターチームが意地を見せるか、ピレネー300を前に集団内の駆け引きに注目しましょう。なおドゥクーニッククイックステップのマーク・カベンディッシュはツール最多勝がかかっています。この日も最初はアタックの連続する立ち上がりとなりました。しかし決まったのは3名の逃げでした。ピエール・ラトゥール、ショーン・ベネット、オマル・ゴールドスタインという3名が後続に差をつけて逃げ切ります。タイム差は最大で4分45秒まで開きましたが、メイン集団はアルペシン・フェニックス、そしてドゥクーニッククイックステップというスプリンターを擁するチームがコントロールに入ります。一方で中間スプリントはゴールドスタインが獲得しました。そしてメイン集団の4位でのポイント争いはソンニ・コルブレディが獲得。まだマイオベールを諦めてはいません。さあ、メイン集団からは一つ動きとしてフィリップ・ジルベールたちが動いてきました。しかしメイン集団では落車が発生してしまいました。ここはクラウ・アナスン、ロジャー・クラーゲー、サイモン・イエーツ、ルーカス・ハミルトンといった選手たちが巻き込まれてしまいます。すべて皆リタイアに追い込まれてしまいました。スピードを上げるメイン集団で最初の逃げも吸収です。逃げ続けていたカンタンパシェもここで吸収、集団一つとなってフィニッシュラインカルカッソンヌの街を目指します。横風は吹きますが決定的な動きは決まらず、残り1キロレースは集団スプリントに持ち込まれます。ドゥクーニッククイックステップがいい形を作ってマーク・カベンディッシュをフォローします。しかし最終コーナー、各選手たちが入り乱れる展開の中でやや埋もれる展開、これを見越してドゥクーニックはバレリーニが先行、一人スプリント早掛けで飛び出していきます。後ろでは DSM、 そしてモビスターの選手が追いかけていきます。モビスターはイヴァン・ガルシア、バレリーニが終わってガルシアの後ろにモルコフ、そしてカベンディッシュ、フィリプセン、最後はモルコフ、カベンディッシュ、フィリプセンが横一線のスプリントでしたが、先着したのはカベンディッシュ。歴代記録に並ぶ34勝をマーク、歴史に名を刻みました。ドゥクーニッククイックステップはどんな形でもカベンディッシュを勝たせることができることを証明。最後は反射心の差をつけてカベンディッシュステージ4勝目、通算34勝目です。ステージ結果です。カベンディッシュ、モルコフ、フィリプセン、イヴァン・ガルシア、ファン・ポッペル、アランブル、ラポルト、グライペル、コルト・ニールセン、ストゥイベンというトップ10でした。マヤジョールのポガチャル、今日も危なげなく守りきっています。以下、ウラン、ビンゲゴー、カラパス、オコナー、ケルデルマン、ルツェンコ、マス、マルタン、ビルバオと続いています。文句なしのマイオベール、リードも広げたカベンディッシュ、パリでの着用も現実味を帯びてきました。第14ステージはカルカッソンヌからキアンまでの 183.7 キロ。いよいよレースはピレネー山岳へと入っていきます。長級山岳ではなく2級と3級が連続するレイアウトは逃げを狙いたい選手にとっても大きなチャンス。総合勢は誰もがタイムを失いたくない中、ポジションを上げたい選手が動いてくる可能性もあります。